はい、どうも、小島民ペースのまーちゃんです。今回はですね、家庭で家の中で、カー用品ね、 12V の、LED とか、いろんなものがあるわけですが、そういうのをね、家庭用の 100V のコンセントから12V に変換して使えるコンセントね、ドン・キホーテで見つけたんで、それを紹介したいと思います。値段はね、確か1000円しなかったと思うんですよね。900いくらぐらいで、LED 類とかはね、家庭用品、あることはあるんですけど、あんまりないんですよね。やっぱり車の方がそういうの結構ね、最初からね、いっぱいバンバン出してたんで、車用のやつを流用しちゃった方が楽って楽なんですよね。それにするにはそのアダプターが必要なんで、そのインバーターっていうんかな、アダプターっていうんかな、わかんないけど、コンセントね、を見つけたんで紹介したいと思います。それでは動画スタート。こういうやつね、入力電圧 100V、 出力電圧 12V に変換してくれるコンセントです。これね、ドン・キホーテで買ったと思うんですよね、確か。で、これはいいなと思ってね、速攻で買っちゃいました。値段も900いくらですね。1000円しなかったですね。車の方がね、LED とかね、いっぱい選べるんですよね。部屋用のやつ、100V 用の LED とかね、あることはあるんですけど、割と少ないんですよ。車の方がやっぱりそういうパーツってね、進んでいるんですよね、昔から。だからこれさえあれば、いろいろ部屋でね、車のパーツをね、楽しめる。それでこれ買いました。メーカーはウィルコム株式会社、ウィルコムですね。じゃあ実際に使えるかちょっとやってみますね。これね、先ほどのやつ 100V に差し込んで、で、車のシガライター、これ LED とつながってます。これをちょっと差し込みます。こんな感じでね、で、ここにね、
LED が仕込んであるんで、ちゃんと点灯するか確認してみます。音に反応する LED が入ってます。こんな感じでね、車のパーツがね、家で楽しめる。それにはこのコンセントね、アダプター900円ぐらいのやつ、これあるとね便利です。